はい、こんにちは、鈴木潤です。今回はですね、クリックパネル 2.0 のオートメーションズのアプリについて、お話をしていきたいと思います。その概要をですね、話していきたいと思います。で、オートメーションというのは、まさにですね、自動化の仕組みということで、クリックパネルからしてみるとですね、自動化っていうのは、もはや当たり前のことで、特にね、なんか特別なことではないんですけども、そのオートメーションが、じゃあどのようにね、自動化の仕組みっていうのをこう組むことができるのか、それについてですね、簡単にその概要をね、このビデオの中で話していきたいと思います。最後まで、確認していただきたいと思います。で、まずですね、ダッシュボードに行くと、ここにですね、オートメーションとあります。で、もしない方は、そのアドアプリをね、開いて、そしてここでね、オートメーションズっていうのを、入れてください。そういうところに出てきます。で、オートメーションズは、これクリックするとですね、2つ今のところね、今2024年11月、この現段階では2つありますと。1つがワークフロー、そして1つがクイックアクションズということになります。で、クイックアクションズというのは、いわゆるその簡易的なアクション、いわゆるすぐに設定ができるような、そういったですね、ものになっています。で、ちょっとですね、制限があるので、そのワークフロートリガーが限られている。要するに、コミュニティだったらコミュニティ、コースだったらコース、そういったものに特化した、その部分に特化したこうトリガーになっているという形になりますし、あとはそのトリガーの後のアクションね、それに関してもちょっとこう全てを網羅しているわけじゃないということで、正確にというかフルバージョンでやりたい場合はワークフローを用いますという形でやっていきます。で、ワークフローをクリックすると、オートメーションのね、いわゆる自動化の仕組みの、ワークフローがここに並んでいます。で、これは僕が設定してあるワークフローで、単純なワークフローから複雑なワークフローまで、いろんなそのパネルだったり、ウェブサイトだったり、コースだったり、コミュニティだったり、すべての場所において、その設定っていうのが可能になってますので、それをですね、自分で、組み立てていくみたいな形です。イメージは、パネルに、なんでしょうね、こう、燃料を注ぎ込むみたいなイメージですかね。パネルも結局その、ワークフローがないと稼働しないっていうイメージで、誰かが買ったり誰かが登録したりしてもワークフローがないと、それが、何かねこう仕組みが発動しない、そんな感じになっていますので、オートメーションワークフローというのは、そういった意味で非常に重要なパネルの一部だということですね。で、じゃあパネルで実際に見ていきたいんですけど、じゃあこれちょっと例に挙げてね、このパネルをちょっと見てみましょうと。で、このパネルというのは、ここにパネルデザインをね、まずしていくにあたって、例えばこうやったら最初の、商品のセールスのページでワンタイムオファーのページっていう形で行っていますと。で、じゃあここのところの、じゃあこの右側にくっついているこれがですね、いわゆるワークフローになってます。で、これポチッと押すと、ここのパネルにはこの1234個のワークフローがくっついてますよという形になっていて、それぞれがどんなワークフローでできているのかっていうのは、これは単純な参加者で、これは一括で購入した方で、こっちは無料で参加してイベント後に$150払うパターンの人、でページビューした場合みたいな、ね、形でトリガー、そしてその後のアクションが設定されています。で、それらをじゃあどのようにね、作っていけばいいのかということで、ちょっとそれをですね、確認するために、こちらのですね、ワークフローの設定の画面、同じです。このパネルの横でやっても、こっち側のね、普通のオートメーションワークフローでやっても、基本的には設定が同じになりますが、パネルでやっていくと、基本的にはこのページに関してのワークフローとして設定しますが前提になってきます。こっちのワークフローでやると、別にどこでもっていう、ね、感じで、やっていくようなイメージですね。はい。で、じゃあちょっとこちらでアドワークフロー。そして確認していきましょう。で、ここにはなんか、名前をね、簡単につけてください。ちょっと今、特に名前がないんで、適当にやります。で、このランタイプというのは、ここにですね、マルチプルとかね、オンリーワンとかありますので、これはそれぞれが、もう一回ワークフローに来たときに、同じリストの人もね、もう一回そのワークフローに来たときに、それが発動させるのかどうなのか、みたいなところがここになりますので、基本的にマルチプルでいいかなと思うんですけど、場合によっては、この、オンリーワンね、する場合がありますと。はい。じゃあ、これでクリエイトワークフロー。で、じゃあ、ここでですね、ワークフローをしっかりと作っていきたいと思うんですが、まず、トリガーを確認しますと。で、トリガーをちょっと確認してみましょう。ポチッと押すと、アドはトリガーと出ますので、トリガーを設定します。でこれがアクティブになってないと、もちろん発動しませんので、もしやるんだったらまずアクティブにしておくと。でイベントタイプ、これでどういうトリガーなのかを設定します。タグがつくとか、アポイントメントがスケジュールされた、カレンダーイベントがに登録された、コミュニティのに登録された、コミュニティグループに登録された、いろいろあります。コミュニティが投稿、コミュニティに投稿があった、トピックが、に登録された、いろいろオンラインコースが完了した、コースに登録された、コースレッスンの完了した、コースレッスンを見た、コースのモジュール、レッスン、オンラインコースのモジュールを完了した。あとは E メール、ブロードキャスト、これはメルマガをクリックした、オープンした、メルマガが送られた、あとはメッセージハブといういわゆる会話のツールの中でその会話が始まったとかね、応答があったとかね、そういったことをトリガーにもできていきますと。あとは通常の単純なオプトイン、登録ですね、メールアドレスの登録。で、オーダー、サクセス、パーチェスは商品を買った。で、ページを見た。タグが外れた。いろいろね、こうやってあります。この E メールに関しては、これは自動メール系のね、ものになっていますので、システム E メール系ですね。あとはサブスクリプションがキャンセルされた、もろもろね、あります。で、最後のやつは、サーベイ。これは調査のアンケートパネルみたいなね、クイズパネル。ここのパネルの中で、サーベイワークフローというのがありますので、そのサーベイワークフローで、アンケート回答が全てコンプリートしたっていうね、ものをトリガーにしていきますということですね。ちょっとここはまず、あれなんでページビューをね、一旦ポチッとやってみましょう。じゃあ、ページビューは、どんなページを見た場合のことを、じゃあ、やるんですよ。で、ページビューというのは、ある特定のページを見たということをトリガーにします。例えば、ここでパネルとページっていうのがありますので、ちょっとまずページをね、押してみると、このような形で、いろんなページがね、たくさん、僕の場合たくさんありますので、たくさんのページがあると。で、これを、全部見ていくとね、大変なんで、大変で、設定が難しくなってしまいますけど、それを、自分でね、たくさんある人を確認してやってくださいと。そして、パネルに関しては、ここでパネルを選択する形になるので、自分の何かパネルね、例えば、じゃあ、ここだったら、そうですね、何しようかな。適当に、じゃあ、パネル 2.0 ね。そこのページで、パネル 2.0、これだったらパネルになっちゃう、最初のページになるかもしれませんね。で、そこの中でこういうね、パネル 2.0 っていうパネルの中で一個にステップがあるので、そのステップで、じゃあ、これをね、ステップにしましょう。で、セーブ、チェンジ。で、これはこのページを見たという形で、そのページを訪れたということがトリガーになりました。いう形になります。そしたら今度はそれに対してどういうふうなね、ことを起こすのかということで、ここを、今のところ押すとですね、右側に出てきます。メッセージハブでメッセージを送るのか、E メールを送るのか、それともアセットというね、PDF とかデータを送るのか、ポーズ、これは一時停止にして、一旦保留状態にして、ある特定の日が来たらオープンにするとかね、そういったことですね、ポーズは。そして、いろいろね、あります。スプリットテストとかね、コンディショナルスプリットパスとかね、いわゆる分岐させる、フィルターをかける、ね、スプリットテストをする、AB テストですね。そういうことをする。ディレイを作る。これは遅延ですね。で、その他のワークフローをトリガーするとかね、いろいろこうあります。タグがつくとか、タグが外れる。コンタクトアトリビュートというのは、これは、コンタクトになんか情報が入る。アドノートも同じような感じです。で、ノティファイは、これは、自分のチームに通知がいくですね。はい。で、アフィリエイトを作るとかね、アフィリエイトを、これは、紹介プログラムですね。そこに参加できるようになるとか。はい。あとは、オプチュニティとかね、そういった、これ、パイプラインのね、いわゆる CRM の仕組みですけど、それを、こう、設定する。で、エンロール。これはコースですね。オンラインコース系。で、このグラントコミュニティアクセスはコミュニティにアクセスを許可する。リボークはコミュニティから除去するですね。はい。あとはサードパーティーインテグレーションとか Webhook とかね、その辺もありますと。で、それぞれを、じゃあどういうふうな形で、じゃあやるのかと。じゃあタグをつけますよ。で、タグをつけるとして、じゃあタグはどんなタグがつくのという形で、自分でここでね、入力しますと。ここだったら、じゃあ、純オフィシャルっていうタグがつきますよとかね、複数つけることも可能です。もちろんタグが外れるという設定もできます。で、じゃあこれでクリエイトステップ。ね。はい。で、あとはじゃあ、ここからじゃあどういうふうなことが次起きますか。じゃあ自分に通知を出します。これで登録、ページを見た人がいるよみたいな通知を、じゃあチームメンバーに通知を出すと。ページを見た人がいるから、営業をかけてね、みたいなね、それをチームメンバーに出すとかね、そういうことは可能ですよね。まあ、ちょっと今、特にないので、適当にね、これだけにしておきますけど、チームメンバーがいるとしたら、そのチームメンバーに対して、この人がこのページ見ましたよと。だから営業をかけてみてくださいみたいな通知を出すことだって可能だし、もしくは誰かがその特定のページにオプトインしたとかね、購入したとかね、そういうことでも自分に通知を出すみたいなことは可能ですと。はい。で、それはクリエイトする。まあ、いわゆる通知ですね。ノーティフィケーションですね。で、あとはじゃあ他にもね、いろいろありますから、またね、自分で確認してもらいたいんですけど、まあ、あとメールを送るとかもね、できますので、これ、センド E メールですね。で、センド E メールの場合、これテンプレートをね、選ぶ形になりますので、テンプレートを選んで、そしてタイトル、名前を付けていきます。ね、はい。で、一旦クリエイト。で、どんなメールにするかっていうことで、じゃあここで、メールのね、内容を編集する。という形でメールのエディターに行きますので、メールの編集をしますと。はい。まあ、もちろんこれはですね、カスタムドメイン、そしてプロフェッショナルメールがある状態というのが望ましいです、もちろん。まあ、このページ、メールのね、エディターに関してはまた、別のビデオで紹介していきますので、ちょっと一旦割愛します。まあ、ページとほぼ同じなんで、非常に簡単にね、モバイルバージョン、デスクトップバージョン、簡単に設定することができます。はい。そしたら、戻ります。で、このワークフローの中で、じゃあメールが送りました。そしたら、じゃあ、ここでですね、今度はじゃあ、コンディショナルスプリットパス、ね。いわゆるフィルターをかけますと。フィルターをかけますよ。で、フィルターをかけるにも、いろんなフィルターのね、ものがあって、ここでですね、E メールアドレスのフィルターもあるし、タグだったり、名前だったり、その LTV だったりね、コースが、どんなコースが登録されているかとか、どんなファネルステップを見た、ね、どんなファネル、プロダクトページを見た、そして、まあ、いろいろね、あります。どんな商品を買っている、はい、どんなそのメルマガを見た、オープンした、クリックした、で、もしくはカスタムアトリビュートで、どんな回答にしたみたいなことを、フィルターにして、そのワークフロー、自動化の流れを分ける、分岐させるということが可能ですと。はい、じゃあここではじゃあ例えば何かの商品を買ったみたいなことをね、分岐のポイントにしましょうということである場合は、このじゃあ、オーダー、プロダクトの、パーチェイスプロダクトですね、これで、is で、じゃあこのウェブセミナー参加費1ドル、これの商品を買ったかどうか、これをトリガーにします、分岐のフィルターにしますよ。で、今これで分岐ができました。そしたら、イエスの場合は、じゃあこれでもう終わりですよであれば、イエスだったらエンド。で、ノーだった場合は、じゃあアップセルをね、なんか違うパネルに向かわせたいから、メールを送りたいんですよ、ということであれば、ここでまた E メールを設定しますと。はい。まあ、またテンプレートからね、適当にこう選んで。はい。まあ、こういう形でメールの設定をしていきますと。まあ、これによって、そのどのような自動化の仕組みっていうのができるのかっていうこと、これはやっぱり自分でこうきちんとですね、イメージを膨らませて、それでどういうことをじゃあ達成したいのか、どこに向かわせたいのかっていうことをちゃんとですね、考えた上でワークフローを作っていかなきゃいけないので、まあ、そこの部分は自分でイメージをね、してください。はい。まあ、そんな形でオートメーションっていうのが設定できます。ですので、トリガーはいろいろありますと。トリガーに関しては、今これ出しますけど、イベントタイプということで、これだけのね、トリガーがあって、たくさんのね、トリガーがありますので、そのトリガーの中からどういうことをトリガーとして、ね、引き金として、このアクションを起こさせるのかですね。そして、あとは、実際にどういうことを、じゃあ、そのトリガーを引いた人が、実施していくのかということで、ここら辺ね、いろいろあります。ディレイだったり、ディレイもね、こうやっていろんなリラティブだったりね、デイオブウィークだったり、デイオブマンスだったりね、いろんな設定が可能ですので、タイムディレイっていうのも、いろいろですね、このように曜日に分けるとか、時間帯だけ分けるとかね、そういったこともできます。非常に複雑にワークフローの設定、オートメーションの設定ができますので、その辺を自分で考えてね、カスタマイズしてみてください。で、最終的にはこのスタッツをオンにしないと発動しませんので、そこだけちょっと注意をしておいてください。このアラートが出ている状態では発動しませんよということになっていますと。はい、でそれらをですね、まあ、何かこう作ったのがこのパネルでいうとここにね、ついているようなものが自分で作って設定してあるということになります。ですので、まあ、そこは皆さんもパネルを作るんであれば、こういったワークフローはきちんと作りましょうということになりますから、非常にオートメーションというのは重要なポイントになります。で、例えばじゃあ、あとはコミュニティとかを見てみると、じゃあコミュニティに関しても、さっきのこのクイックアクションっていうのがね、出てます。こういったところにね、こういったところにクイックアクション出てます。で、例えばコミュニティの中でも、じゃあこのユーザーコミュニティの、このね、各トピック、においても、全部においてここにね、クイックアクションがあるわけですね、細かくね。ですから、こういったコミュニティでもできるし、例えばじゃあアポイントメントに関しても同じことが言えます。いわゆるこれアポイントメント、カレンダー予約ですよね。カレンダー予約でもこのように、ここのカレンダー予約をしたことによって、じゃあこれ見てみましょうか。カレンダー予約のクイックアクション。これはどういうものかというと、じゃあこのアドトリガーでスケジュールされたということですね。スケジュールされた場合にどういうことが起きるのということをここで設定することができます。ということで、クイックアクションっていうのはこんな感じで簡易版ということですね。ですので、クリックファイルのいいところは何かというと、とにかくですね、いろんなこう自分のこの仕組みの中で、コミュニティだったり、コースだったり、パネルだったりね、ページだったり、そういったものの中で全てが連動してつながって、顧客のアクティビティに応じていろんなワークフロー、トリガーを作ることができて、そしてそれによってどういうことをじゃあどこにつなげていくのかっていう、いわゆる顧客をバリューラダーを上らせることをね、計画的に仕掛けるということがね、可能になります。ですので、クリックファネル 2.0 だけでもろもろのね、なんか仕組み化をしていくっていうことは、その中に全ての顧客アクティビティが記録されるわけなんで、それに基づいてこのワークフロー、オートメーション、ワークフローを設定して、そして、顧客をね、どんどんその顧客体験を増やしていって、そして、自分が望むね、結果を提供できる場所まで連れて行ってあげる。そのような設計をしましょうね、ということがこのワークフロー、オートメーション、ワークフローということになっています。ですので、ぜひですね、オートメーション、ワークフローをしっかりね、設定して、そして、自分のパネル、自分のウェブサイト、ページ、そしてコミュニティ、コース、そういったものを1段階上のレベルにね、引き上げて、顧客のね、いわゆるその、体験をいろいろさせてあげるということをきちんとできるように、ぜひ設定してみていただければというふうに思います。はい。で、もしですね、まだクリックファネル 2.0、使ってない方、ぜひ僕に声かけてください。そして僕のブログ見てください。そうすればですね、30日間無料でね、体験することもできますので、ぜひですね、体験してみていただきたいと思います。はい。ということで、今回はですね、クリックファネル 2.0 のオートメーション、アプリについてその概要を説明いたしました。また細かいところに関してはまた別のビデオなどでどんどん出していきますので、また確認してください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。またお会いしましょう。